どこに行くかと言いますとね、ここでございます。はい、そうです、うなぎんさん。ここ10日ぐらい前からお客さん問い合わせが非常に多くてね、うなぎんさんコロナで店閉めてありますか言うてね、問い合わせが5、6件入って、よくねうちのお客さんね、うなぎんさん行ってはったんかな。それで昨日ね昼ぐらいまで話してまして、いやいやもう染み張ったみたいやでって、あのアベノの方もね、本店ももう染みてもうやりはらみたいでって話があって、なんでコロナやったらできますやろうってね話してたんだけど、そして昨日ちょっと早めにね用事があったんで帰りましたらね、この辺にかなりの人がねたむろしてありまして、何やったんやろな昨日ね、夕方5時半ぐらいでしたけどね、それから3時過ぎやったかな、話によるとカメラマンがゴロゴロしとると、まさかそんなことでね店辞めてはると思わんもんやからね、そんなことあったって、あの偽装があったりの知らなんだんで、ニュースを5時半帰りにねちょっと見たんですよ、6時前やったかな、ほんで初めて知ったんですよ。はい、そこがここでございます、うなぎさんでございます。あ、車入ってるぞ。だからあのそんなことがあるっていうことやったらね、みんな来てはんねやったらね来るんやけど、あの取材来てはったみたいやからね、これがそうですほら、まあ、22日から休んでやるのか、それは知らなんだね。ということはね、文句言いに来たんだろうな。産地はどこ書いてあるの、産地は。産地表示ないかね、これに。こうなんかね。20日休んだったんや。まあ、ここに書いてあるら中国産もないけどな。国産というふうに書いてあったんかね。それはあかんな。こう。何回か食べたんねんけどね、国産いうことで、このやつね買ってたんだけど、まあ国産か中国産かわからんけど、ね、食べて美味しかったけどね、そんなんでございます。あの皆さん残念でございますけどね、そういうことでこれまあちょっと開けることできんやろな、これね、偽装やったらね、なんか200万の罰金が200万の、懲役刑が2年以下の懲役刑とか言うとったね。だから大変重いですよ。ねえ。この辺にね、昨日人だかりだったの、夕方、5時半過ぎに。何やったんやろうね。それから、この辺からね、なんか、この辺にいっぱいね、人がいた言うて、反対側に、昨日の夕方か3時か、知らんけどね、3時過ぎか。この辺からね、カメラ撮ってる言うて、全然気がつかなかったね。こんな情報があってすぐくればよかったんやけどね、ほんとはすぐ分かったんだけどね、えどれぐらい歴史あるんだろうかな、うなぎんさん。残念やね。そういうことでうなぎんさん、これは山の高田の方には申し訳ないですけどね、みんなご迷惑かけますけど、はい。反対側から撮ってみましょうか。このショットやった反対かな、向こうが撮ってんやな、ショットは一回動画とか、YouTube もアップしてしまったかね。ほとんどニュースやな。撮影クルーがこの映画撮ってた言うてね、何人も。これは前景風景でございます。ほんで、なんかおかしいと思ったんだけどね、あの締め方がね、うちにも、この、社長さん知らんのけどね、この女の人や男性の方はうちにいろんなあの備品かな、店の備品っていうか消耗品か、あのライターとかいろいろ買いに来てあったけどね、なんかあの制服も真っ黒のね、うなぎんとかやったら制服着てあったけど、なんか働いてる人も大変やんか、ね、いきなりしびられて、まあちょっと一時の間は開けることできんやろうけどね、ちょうどね
15年、20年ほど前かな、偽ブランド、あれもね、やって捕まった人おるんだけど、社長がね、もういっぺんやりだしたらね、やめられへんねんって。ねえ、また一方では、あの利益がね、あの2割とか3割おろしやったら、ね、そんなんやろ。小売にしてもそんな3割、4割なもんやから、こんなあの偽物ブランド品まで、すごかったらしいわ。何ぼやったかな。なんかね、1個売ると、あの普通やったら何千円しか儲からないかもしれんけど、あの何万でも儲かりしてましたわ。ほんで、やめられへんですね。結局捕まって、豚箱入られたけどね、そんな方2人知っとるけど、やめられへんねんって、いっぺん始めたらね。うなぎももう2000年になってからもいっぱいね、漁があるわけやからね。それはもう、どこ取りましょうかね。まあ、頑張ってください。はい、すんまへん。あ、何分ぐらいなの？あと1分やで。はい。うなぎさんでございました。はい、ありがとうございました。